はいどうも、無課金ガチプレイヤールールカーです。本日もセブンナイツやっていきます。アリーナなんですけども、ちょっとあれですね、停滞気味ですね。鍵回復券がなくなっちゃったっていうことがあって、まあね、思ったようにこうクエスト回せないんですよね。なので、若干ちょっと停滞気味で、聖水がね、虹の聖水12個になったんで、まあでもちょっとここで安心できるなーってとこですね。で、あとは毎日鍵、あ、今、そう、買ったから 10個になったね。90ルビーね、結構ね、でかいっすよね。毎日、15個、20個ぐらいはもらえるとしてもね、なかなか、バンバンは使えないっすよね。いやー、ちょっと今週は、ちょっと耐えないといけない感じですね。だからなんとか最終的にマスターまで登り詰めて終わりたいってところではありますが、どうなるか。で、今回変えたことっていうのは、パーティー自体は変わってないですけど、リーダーをルーシーからエヴァンに変えてみました。防御力が上がることによって、まあ何がどのぐらい変化するか、防御力プラス72なんでね、どのぐらいその変化するものなのかっていうのをちょっと見ていきたいですね。はい。こう、ルーシーじゃねえ、ルリとエースのね、限界突破がね、なかなかできない、できてない、引けない現状なんで、ルリ降臨でね、ルリをゲットできなければ、しなきゃいけないなと思ってます。で、今日もルリ降臨来るんで、頑張ってちょっとやっていきたいなと思っております。クリスのフレンドもちょっとね増やしたりとかしてるんでね。で、あとはアリスとリナとユイは少しずつレベル上げてるんで、まあ復活もできるっていうところでね。はい。まあそこら辺うまく使って、ルリをね、なんとか1体でも1体ゲットしたいなと思ってます。では早速挑戦しまーす。山の不動産さん、対戦よろしくお願いします。最近なんかこのニアの衣装着てる人よく見るな。俺ちょっと苦手なんだけど、このイメージ。なんか恐怖の対象なんだけど。いいね、アラゴンさん、ここで殺しましょう。オッケー、ナイス。いいね。おっと、感電。速攻直す。ナイス連携。しょうがないでしょう。このパーティーにはルリがね。ほらほらほら。お、なるほど。防御力上がると結構耐えるな。どのぐらい食らう ?800 か。うん。いいぞ。総運転よろしく。面倒なのはおしまいよ。あんまりバフが関係ないやつにかけてくれて助かった。おし、感電。総運拳、今のタイミングだよ。総運拳。今だよ。総運拳は今。満月はまた倒せない。あ、すげえ、連続で使った。OK。これでバフ完全排除。レースはもう死んでもいいです。さあ、一緒に。死んでみよう。そう。ほらほらほら。ナイスだね。あ、これいいね。レベル40のブラックローズを耐える。大変ありがとうございました。うん。4分かかったけど、なかなかいい勝負でしたね。
まあ、終始こっちが有利な戦いです。冒険の旅に出よう。やっぱ相手の攻撃にこっちの攻撃に決定打出ないっていうのも恐ろしいけど、相手の攻撃に決定打を受けないっていうのがやっぱり今のパーティーのポイントだからね。それをちゃんと活かせるリーダーにしたっていうのはいいのかもしれない。ルーシーがそれになると思ってたんだけどね。デロンさん、対戦よろしくお願いします。もしかしたらエヴァンの方がいいのかもしれないな。そもそもの防御力を上げるっていう。痛い。クリティカルが出なかったからか。任せて。ちょっとメイなんとかしろよね。メイちゃんは恐怖です。我がパーティー火力が低いので、もう全然食らわねえ。今までだったらこれで苦しかったのに。さすがに辛いな、クリティカルくると。一緒に男子攻撃。でも決定打にならなかったね。ただ今のペースだとちょっとまずいな。まだ一体も倒せてないからね。これで免疫はなんとかなるでしょ。危ない危ない。感電感電。一体か。誰か倒そう。誰か倒さないとやばい。これまずいな。ダメージ下げられたぞ。とうとう。あ、治った。そうだ、俺にはルーシーという心強いメンバーがいたんで。おお、近距離がもう回復した。耐えろ。よし、ナイス。回復回復回復しよう。オーケー。一緒に男子。あー、まあなんかそんな気がした。レバンは一応攻撃を解放してるからね。武器解放してるからね。あー、これちょっとまずいな。ナイス。オッケー。オッケー。いいぞ、そのままいけ。もうこいつルギナ、ルギナを倒さないとなんともならない気がする。神の何おいて。こりゃきついな、即死。よし、ルリ復帰。やっぱりエスパーダが天敵だ。ブロック性能の高さ。まだ残ってるもん。こっち必殺技使い切ったよ。やられた。即死だ。でも勝ちました。すげえ時間かかった。6、7分。さあ、冒険の旅に出よう。さあ、まあでもなんか耐え、競り勝てるようになってきたね。これいいかもしれないな。さあ、ジンさん、対戦よろしくお願いします。攻撃力を上げてきてる感じか。じゃあやっぱりブラックローズかルリかな。違う、ベリカ。なぜ？ナイス。気絶。オッケー。これで多少怖さが減る。で、沈黙誰もしなかった。行くわよ。で、気絶してる間に倒そうぜ。爆撃支援か。終わりだ。
これは沈黙させる作戦だよ。直して。さあ一緒に。免疫解除しよう。免疫解除しよう。あ、剥がされてるこっちが。さあ一緒にダンシング。前にいるとあんまり怖くないな。免疫剥がそうとしないな、俺の子たち。よし、ベリカまた完全模写。ゼロングの攻撃で、あれは結構いいね。あのぐらいで耐えられてんのは。これユリチン関連しないで他のやつ倒そう。オッケー、あーこれルリやられたな。あ、生きてる。あ、やられてな、やられたわ。結構勝率上がってきましたね。いいねいいね、エヴァンリーダーが正解か。冒険の旅に出よう。さあ冒険の旅に出よう。素晴らしい、これからも日々の実績を積み上げてこそ真の勇者。よし、じゃあ残り2戦やってきます。さあ対戦よろしくお願いします。またこのスイムウェアニアが登場しましたね。強いな、40ばっかり。そう、そうやって剥がしていこう。行くわよ。死んでみる。これは耐えられる。ほらほらほら。よし、これでブラックローズできた。ここで回復を入れると。入れる前にやられてた。おし、誰も。おし。ちょうどニアがまだ使われてないような状態だから、これはいい感じかも。おし、完全させた。よし、解除。ナイス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 パティーン。もろたで駆動。OK、 ありがとうございました。終わるわけには。勝った勝った、超嬉しい。さあこれで今日4連勝。さあ今日5連勝なるか。デュエル、ルイマーさん対戦よろしくお願いします。ルリだから後ろがルリかな。そうだね、レベルは40かな。これはエスパードもレベル40だね。平均レベルは私より全然上ですね。デロンズとルディも限界突破してるし、これでデロンズの、まあ、免疫が剥がれると。何おいて。これ来るとな、すぐ神の奇跡使っちゃうからな。神の奇跡か。これももったいないんだよな。これで感電しちゃうんだよ。これがちょっと痛いっすよね。熱中にはまった感じがします。やられた。うわー、これはピンチだな。
ルディが落ちた。誰も気にしないで。うわー、嘘だろ。ニアとエースがチームきた。この子たちが復帰して戦力になるはずだったのに。この俺が、さあどこまでいけるか。ナイスナイスナイス、まだチャンスあるぞ。ああルリが、また浄化弾だ。耐えた、えらい。これ勝ったな。やった、嬉しい。対戦ありがとうございました。5連勝冒険の旅に出よう。さあ冒険の旅に。しゃあ久しぶりにがっつりスコア伸ばした。勝率も 71% から 74% まで戻りましたね。よーし、いいね、勝ちパティーンになればいいな、これが。はい、というわけで、リーダーをエヴァンに変えて、5戦やってみました。明日はね、もうちょっと勝てればいいな、もっともっと勝ちたいなと思ってます。マスターに早めに行きたいですね。はい、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。